中年なう、浅川図です。くだらないもの工房のバーチャルおきつね風卓上セーブポイント職人をやっております、匠です。はい、ということでね、今回はね、えー、早期リタイアとファイヤーの違いというか、どこが違うんだろうと。確かに言われてみると、まあ、同じような意味合いで使ってるけれど、うん。微妙にまあ、あその、目指すところが違うと。 いうところでね、そのまあ話をしていきたいんですけれど、はい。まずはね、ファイヤーこれね、前回も話しましたけれど、えー、フィナンシャルインディペンデンス、えー、リタイ e ア,アーリーということで、経済的自立と早期退職の頭文字を取った造語ですと。 なので、お金のために65歳や70歳など人生縛られることなくある程度の毎年の生活費を確保できるような仕組みを構築した上で早期退職するという、まあ、生き方でありますと。一番いいですね、これね。で、ファイヤーは早期リタイアと、まあ、ちょっと異なりますと。えー、早期リタイアは、 ビジネスで成功したお金や相続などによる大金を手にした人が40代などで仕事を辞め自由に生きる、まとまった資金が必要といったイメージでしょうかと。 <laughs> まあこれに対してファイヤーは毎年の生活費を賄える程度の投資額を確保し、収益により生活するスタイルですと。そのため人により確保すべき投資額は異なり、ある程度の生活資金が確保できるスタイルであれば、誰でも実践は可能と言えますと。なるほど。要は早期リタイヤがと大金をゲットしてその貯金を崩していくタイプで、ファイヤーはそれに対してちょっとずつ収入を まあ、次足し次足しって感じですね。このね、やっぱりイメージとしてはね、早期リタイアってお金持ちのイメージあるんだよね。うん,うん。そのまとまったお金がボーンって入ってきてっていう感じだし、まあ、早期リタイア後もオリッチな生活してるようなイメージだけれど、うん、やっぱね、ファイヤーってどっちかっていうと、まず節約が先にありきっていう感じなのよね。うん、うん、うん、うん。で、このファイヤーを実践する中での、えー、一つの目安となるのが、年間収支出の25倍だって言われてるのよ。ほう。 だから、えー、例えば年間200万使ってる人だったら、5000万になるかな ?5000 万集まった段階でファイヤーをできますよと。<laughs> まあ、この段階でハードルだいぶ高いですけどね。これが、でもさ、えー、200万の年間支出って言ったけれど、うん。じゃかなりギリギリに抑えて、じゃあ100万で、年間100万で生活しようと。うんうん、それだったら2500万で済んじゃうって話なんだよね。 どこにあるかね、その金。<laughs> <laughs> でも5000万から2500万だったらだいぶ目標下がるっしょまあ,、ね、まあ、年間100万で生活はちょっと無理かなと思うのよ。まあそうですね。でもな、例えばさ、まあパートナーがいたとして、2500万同士の男女のカップルであればまあ、 いけるのかなっていう。だ世帯で言うと5000万か。で、200万で、えー、2人でやっていくと。まあ、子供は無理だろうから。うん、子供いたらこの構図は無理ですよね。うん。だって、言うてもさ、年間支出200万つったら、 今のお年寄りの年金ぐらいだよ。年金よりある感じだから。うん。まあできないこっちゃないでしょうね。うん。まあもちろんね、その、すごい、その安いなんか市営住宅とか、持ち家とかだったら可能かなとは思うんだけれど。うん。っていうのが、まあこの、 え、早期リタイアとファイヤーの違いじゃないかと。いうことでんん。あとはまあ、ファイヤーは基本的に運用すると、うん。で、ここで重要となるのが4%ルールですと。いうことで、まあ、年間で4%、えー、プラス4%とインフレ率の収益をまあ、稼ぐことができれば、え、年代に関係なく経済的自立を目指すことができるということですけれど。どうえっとね、まあ、俺ももう投資10年ぐらいやってるけれど、 4%はかなり優秀なのよ、成績として。あ、そうなんですね。これ、まあ、俺が単純に上手くないからってもあるけれど、だいたい俺でも年間で2%ぐらいでしか回せてないんだよね。へ<ー>もちろんマイナスの年もあったし、そう考えると、その、やっぱり投資の知識もある程度ないと、なかなかファイヤーは難しいかなと。ただそれさえ上手くいけば、もう、 あまり気にせずどんどん増やせるわけですよね。そうだね。まあ、いわゆる複利効果っていうんで、元々の資金があればそこからそういう4%増えていけば、そこから生活資金を抜いていけば、まあ、変な話その元本を終わらずにっていうパターンもできるし、うん、その辺がだからね、まあ、元々のお金があればまあ一番でかいと。 で、まあ、ここにも書いてありますけど、まあ、年間支出が200万であれば、25倍の5000万円で、まあ、スタートできるということですけど、あとこのね、インフレ率が関わってくるんだよね。インフレ率。もう、俺、この辺の話全くわかんないんで、詳しく説明をいただけると。まあ、要するに、物価が上昇していくわけですよ。はいはいはい。国としては2、2%のインフレ率ってのを目標としてるのね。うん。 えっと、日本がずっとデフレだったから、それが起きなかったんだけれど、どう言えばいいんだろうな。この、要するに、通貨の価値が下がると考えてくれればいいんだよね。なるほどね。物価が上がるっていうことはお金の価値が下がるわけよ。うん,うん。ってことは、投資してないで貯金してると、目減りしてるのと一緒っていうことなんだよね。あー、なるほどね。えー、例えば、そうだな。パンが100円で買えてたのが、うん、インフレで、えー、110円になってましたと。うん。 ただし自分が持ってた貯金は、えー、去年100万で今年も100万ですってなると、その100万で買えるパンの数が違うわけだから、結果的にお金の価値が下がってるってことになっちゃう、ね、なるほど、なるほど。っていうのがまあインフレ率なんだけれど、これもやっぱりそのね、考慮していかなきゃいけないっていのは、そうだな、俺らまだ、 年金もらえるまで何年あと2、30年あるわけだよね。ねえ、いつまで払い続けりゃいいんだか。その頃に、今の100円と30年後の100円が同じ価値である可能性がないわけだよね。そのインフレで言うと。だ、むしろその30年後も今の100円が同じ100円だったら、どんだけ日本停滞してるんだって話になっちゃうんだよね。 これがだから失われた30年でもあるのよね。30年前とあんまり価格って変わってないでしょそこまでですよね。その消費税分で変わったぐらいで。その30年前、だから、1960年ぐらいの、そっからの日本の高度成長期の場合はインフレすごくあったわけよ。なんか大学の初任給がさ、何万から何十万にどん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 上がってたみたいな。 で、ラーメンも一杯100円だったのがだんだん300円400円になってったみたいな。経済成長っていうのはそれが望ましいんだけど、日本の場合はそれがまあずっと停滞してたと。だもし今後日本が成長するんであれば、最初5000万円あれば平気だったのが5000万円じゃ足りなくなってくるってことなんだね。 うん、あとはまあ、えー、贅沢をしなければ、まあ、コツコツ貯金で、ファイヤーは可能っていうことで、まあ、結局最終的にはな、その支出をどう抑えるかっていう、だから結構ね、このファイヤーやってる人の中にはミニマリストも、その、含まれるんだよね。もうなるべくお金は使いたくないっていうタイプの人ですよね。そうですね。だから早期リタイアで結局、なんつうのかな、自分のことだけ、好きなことだけってなると、前の放送でもあった、あの、 やりたいことを見失って結局何がしたかったんだろうになりがちだと思うんで。まず真っ先に会社を辞めたいとか仕事を辞めたいがあって、で、あとはもう家でずっと読書してるとか、その映画見てるとか、そういう、なんていうかな、ミニマルな生活、まあ猫と戯れてるとか、<laughs> もう自然に帰りたいタイプですね。そう、贅沢をしたいわけじゃないんだよね。ああ、それはありますね。 特に贅沢な暮らしがしたいとかいいとこ住みたいっていうのは特にないです。やりたくないことをやらずに住むのがいいのかなっていう気はするんだよね。あとはま、これそのスタートする年齢にも関わってくるからさ。 60からやったんじゃもう早期リタイアともファイヤーとも言わなくなっちゃう。ただのリタイアになるから。<laughs> そう。<laughs> 40ぐらい、から50前後でこれができるとまあ。年を取るにつれ自分の残りの人生が減ってるから、ハードルは下がってきてはいるのよ。うん。ただ残りの人生が少なくなってきてるから、当然やりたいことがあるんだったら、やっぱり急いで、その、やんなきゃなんないし。 ま、そのための時間を捻出するために会社を辞めて、ファイヤーっていう選択肢もあるかもしれないけれど、こういう生き方もあるよっていうのは、もう二十歳ぐらいで知っときたいですよね。トヨタの機関工みたいなところでさ、もう、がむしゃらに働いてお金をもう30代ぐらいで2、3000万ぐらい貯めて、そこでファイヤーっていう人生も全然ありなのかなっていう。ありですよね。うん、まあ、あとはこれね、本当に独身なのテーマになっちゃうかもしれないけど、そのやっぱ、<laughs> 結婚とか家族とか子供を考えなければこんなに自由に生きれるんだっていうのはちょっとあるんだよね。<laughs> そうなんですよね。まあうちらの親とかは確実にその一軒家を持って正社員で子供が2、3人いてみたいなそういう家庭が当たり前だったじゃないですか。そういう生活ってもう今あんまり当たり前でもないので、やっぱりだから俺はこっち側の人間なのかなっていうのはこういう話を見てもやっぱり思っちゃうんだよね。 だってさ、<laughs> 子供のために会社員に戻れる 無理です、無理です。あの、タイムマシン乗って過去に戻れるよって言っても俺また同じ人生歩むわ。二 <laughs> 十20代で音楽目指して、<laughs> 40代で YouTuber やってる。もうちょっと一個一個のことに真面目に取り組むかもしんないけど。むしろね、タイムマシンで戻れるんだったらもっと早くから YouTube に力入れてるわ。あ、そうですね。一応その、黎明期からやってましたからね。会社とか家族じゃない生き方を今よりもっと模索してたと思うんだよね。だって、昔のがさ、そういう圧が強かったわけじゃん。うん。 たくみくんももうね、40になるけれど、俺らが20代ぐらいの頃ってまだまだこういうさ、早期リタイアとかファイヤーみたいな考え方はさ、ダメ人間みたいな感じで言われてたから。あ、そう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 。なんか最後まで仕事をしなきゃダメみたいな。退職金をもらって何本みたいなさ。あ、そう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 。それで、その家のローンを払うんだよ、みたいなのを言ってたけど、やっぱ自分は漠然と、そんな生き方何が楽しいのかな。 って思ってたんだよね別にそういう人がいてもいいと思うけど俺は無理だなって思ってたからそのバンコン化とか少子化とかファイヤーとかって全部やっぱ繋がってる感じがすんだよねそうですね本当にうちらの世代というかここ20年30年ってその時代の転換期真っ只中なんですよね昔は自分が感じてたそのマイナー感とか疎外感がそうか俺だけじゃないんだ意外と俺と似たような考え方を持ってる人がいるんだぞってのは うーん、すごく最近は感じるんだよね。だから行きやすくはなりましたよね。我々みたいな人が。前回さ、あの、ひろゆきのその仕事のやつのでも話したけどさ、昔と違って今はさ、フリーランスだよとかさ、自由業やってるってすごい言いやすくなったもん。うん,うんうんうん。やっぱこれがね、20年ぐらい前とかだとね、正社員じゃないとみたいなのがすごくあったからね。正社員じゃないと人権がないレベルでしたもんね。なんか同級生からも白い目で見られるようなさ。うちは親からそれもガンガン言われてましたからね。 親も言うよね。うーん。正社とにかく正社員にこだわってたね。で、親は親で、正社員が何なのか分かってないんですよね。例えばだけど、給料めっちゃ良くて、その、交通費とかも全部出て、福利厚生もちゃんとしてるけど、えっ、ー、と、純社員っていうか、契約社員みたいなところあるじゃないですか。そういうところに行くと、俺は全然その、 月で例えば二十歳ちょいぐらいの時なのに月30万ぐらいもらっててっていう。それでもう十分な。 感じなのに、でもここ正社員じゃないんでしょって言われるんですよね。あったね。そういうのね。うん,、うん。え、でも、そんなに正社員の何がいいんだっていう感じはすごいしてましたね。そこで正社員をそういうふうに言ってくる人ってのは、正社員がいい時代で正社員やってた人だし、あまあそうですね。その年功序列とか終身雇用が約束されてた頃の正社員だけど、俺らが正社員になった頃はもうそれが崩壊してるから、うん。そこまでの旨味がなくなったそうなんですよ。正社員の、 メリットみたいなのがあんまりない時代ですからね、うちらは。うん。うん、それがだから、ま、顕著になってきて、こういうファイヤーみたいな動きが出てきたんだよね。うんうん。それだってさ、終身雇用とかさ、年功序列があるんだったら、ファイヤーなんかしないで会社で窓際社員やってたから、アークなんだから。それができなくなったから、だったらじゃあもう会社辞めて好きなことを、その低収入でもいいからやってこうって人が、生き方が増えたわけだよね。うん。ということですね。 ということで、まあ、今回ね、このファイヤーと早期リタイアの違いっていう話でね、喋ってみましたけれど、うん。そうだな、まだまだハードルは高いとは言え、目標としてファイヤーを持つってのも悪くないかなとは。ま、そうですね。まあ、一つの生き方の参考に、そうそうそう。てはいかがでしょうかっていうレベルですけど。ね、こういう生き方もあるんだよっていうね。うん。 いうことでね、まあ、興味のある方はね、このファイヤーちょっとね、調べてみると面白いかもしれないんで、えー、ちょっとね、今後もね、この手のテーマをね、喋っていこうかなと思いますんで、えー、よろしくお願いします。朝カーズです。えー、サブチャンネルもやってます。朝カーズのビデオで検索してください。 くだらないもの工房の匠です。えー、YouTube チャンネルを作りました。ほぼ毎日何かしら作る雑談ライブ配信をやっていますので、えー、くだらないもの工房で検索してください。よろしければチャンネル登録お願いします。